今日も京都で元気がいっぱいなすももちゃんなんですけれども、この子はね、なんとすももちゃんというからには実はまあ女の子なんです。そのなんか可愛い男の子とかね、ちっちゃい男の子につけるちゃんとは、違います。正真正銘の女の子でやらせていただいてます。こちらすももちゃんです。以後お見知りおきを。まあこのすももちゃんね、まあ女の子だから声は高いんですよね。このように高くないですか？わかんないけどわかんないけど、他と比較したことないからわかんないですけれども、僕は高いと思ってます。今一度皆さんの声とね、スモモの声どっちが高いか低いか、比較してみてください。まあ一体さっきから何の話をしているかと、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそんなよくわからない話をしている飼い主です。こちらも以後お見知りおきを。まあ話は変わるんですけれどもね、最近すごく台風の影響なのか、季節の変わり目の影響でね、なんか雨がすごく降ってて、なかなか散歩に行けないような、散歩に行くのもなんかね、本当見計らったかのような、ちょっとあ雨止んだなみたいな、でもまあ地面濡れてるけどいっかみたいな、なんかそんな天気でしか行けてないからね、なかなかその時間とかが短いというかね、普段と比べたら行く頻度が下がっている次第なんですけれども、まあその分ね、こうやっておもちゃやなんやらで一緒に遊ぶしかないんですよね。チワワちゃん、あーめっちゃこっち見る、すごくカメラ目線。横顔がね、僕は好きですいきなりのカミングアウトなんですけれども、僕はこのチワワのスモモのどこが好きかって言われたら、横顔がすごく好きですね。なんか美人じゃないですか？僕は美人だと思ってます。羨ましいですけど、可愛いからチヤホヤされるタイプの美人ですね。完全に羨ましい。僕もそういういい人生を、チヤホヤされる人生を送りたかったです。切実にね、羨ましい、嫉妬のあまり手が伸びちゃう。でもね、思うんですよ、やっぱり自分の犬は可愛く見えるけど、なんか第三者からしたら別になんか普通のチワワじゃんみたいな、そう皆さん思いません？普通のチワワじゃんって思いません？でもね、僕の目から見たら一番可愛いなって思うんですよ。これが親バカです。皆さんも自分のペットが一番可愛いって思うように、皆さんの目も、おかしくなってます。気をつけましょう。めちゃくちゃ近くにいました。気がついたらすごくカメラ目線でめっちゃ寄ってましたね。お手もできて偉い子です。頭もね、顔も良ければ頭もいい、そんなうちのチワワ、スペック高めのチワワです。でもよくトイレは漏らす、そこがたまに傷ですね。まあ人間もそうですし、犬もそうなんですけれども、パーフェクトヒューマンなんていない、そんなパーフェクトドッグもいない世の中。最後までご視聴していただきありがとうございました。なんとチャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行きます。可愛いと思った人や癒しを感じた人は動画の高評価もよろしくお願いします。